ス。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケットプラス始めていきましょう。バスト体重は478キロ。得意コースもあるんですね。東京と中山、走ってきたコースだから得意コースって言ってるだけなのかな。まだ放牧中なの。そういえば週は減らないはず。480キロぐらいになったな。何かご用でしょうか。今480キロですね。行きましょう。いきなり調教で。パートナー調教。気性も大人だしな。馬体はいい感じですね。やることがそんなにないんだよな。嬉しそうですね。馬券ですか。結局丸がいっぱいついてるのを買うのが一番ですね。キングジョージとかあるんだ。ジャパンダートダービーもある。ダート悪くはないんだけどな。函館記念あたりなんかいいかもしれないですね。キングジョージの距離の方が合ってるんだよな。まずまずですね。体重がかなり減っている。馬体はいい感じですね。マイナス2キロですね、ベスト馬体重から。回復した。そういえば ビールか。馬体はいい感じですね。いい感じですね。今週がジャパンダートダービー。おすすめマークは出てないですね。今2900枚なんで、あと100枚稼げば殿堂入りができます。来週ぐらいかな。勝ち味は欲しいですね。ご存知ですか。こんな状況、これやるとよ、174キロになるな。あんまりやらん方がいいか。気合い十分ですね。人参なんで体調回復ですね。いい感じですね。これで、函館記念に出したいと思います。コバと戦いですね。初めての戸崎騎手。何かご用でしょうか。ベスト馬体重で出走できます。
さあ、こちらですね、コバとの初対戦 G3 です。果たして勝つことができるかどうか。なんと一番人気です。まあ一番人気でしょうね。 1.5 倍。ただいまより投票受付を開始します。サトノアレス、アングライフェン、ケイティプライドが丸がついてますね。他人気馬はマイレルミラノ、ルミナスウォリアーかあたりか。差し出 59.5 キロ背負わされてるんですね。これはちょっと3歳馬には辛いかも。それを打ち破ることができるかどうか。スターホースポケット、一瞬静まり返る場内。函館記念12頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。花を切ったのは7番レッドソロモン、そして外からは12番ラバノベストプレイ、マイネルミラノがかわしていきました。内を通りまして1番ヤマタツライデン、ケイティプライド、アングライデン、そしてその後ろからスチュアーズ魔王、それからサクラアンプルール、その外からは10番カタノマルペンサ、ルミナスウォリアー、それからもう1頭サトノアレス、そのうちに8番ダリタハリケーン。緑の芝生は両方と発表されております。先頭を行く3番マイネルミラノ、カンバシンリード、そして内からは1番ヤマタツライデン、この辺りちょっと離れている7番レッドソロモン、それからもう1頭ダバムベストプレイ、そして5番手にケイティプライド、その後ろ3馬身くらいあってアングライフェン、スチュアーズ魔王、カタノマルペンサはこの辺り、その内からは2番サクラアンプルール、そしてその後ろからルミナスウォリアー、その外スーッとサトノアレスが上がっていきました。1番後ろにダリタハリケーン、3番マイネルミラノがレースを引っ張るようになりました。さあ函館競馬場のスタンドから大歓声が上がります。先頭行くのは3番マイネルミラノ、外から何が来ているのか、カタノマルペンサか、かわしたかわした、ゲンティープライド、一馬身リード、頑張る頑張る亀島とゲンティープライド、ロミナスウォリアー懸命に追う、しかしびっくりだ、なんとなんとゲンティープライドが1着。うん、させよかったですね。残念。次は頑張りましょう。一着ハンデがちょっと重すぎたか。二着前線マンっていう感じですね。レースを終えた馬が戻ってきました。大人だからな、やることがそんなにないんだよ。ちょっと戻しきれませんでしたね。感じですね。4月5週間今。気がつけば秋。582キロになってる。いい感じですね。大根です。元気いっぱいですね。思想はセントライトあたり出したい。最終的には菊花賞ですけど、セントライト出しましょう。普通に戸崎騎手でいきます。中山はちょっと距離がね、直線がそういえば心配ですが、もう使い切ってますね。ちょっと余裕残しで出してもいいかもね。ご存知ですか？いい感じですね。いい感じですね。今週はレースがあります。
気がつけばレース。元気いっぱいですね。プラス2キロかな。いい感じですね。あ、ベストバ体重になってしまっている。何かご用でしょうか。気がつけば成長してますね。さらに1ランク成長。なんと一番人気です。 1.7 倍ダントツな一番人気。ただいまより投票受付を開始します。アルワインとか、まあ、ミッキースワロー、里のクロニクルが出てますね。あ、これもグリグリで、丸も全部アルワインが独占というとこですね。なのでアルワインが気になる馬になります。クリンチャーとかか。セントライト記念です。アルアイン、ミッキースアローラとぶつかります。狙うは菊の大輪か秋の盾か、一夏を超えた各馬たちの力試し。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。1番クリンチャー、先頭、その外スーッとウィンガナドルが上がっていきました。そしてその後ろからアルアイン、イブキ、ワイネルブルシがそのうちにいます。12番エトルディーヌ、3番サタノクロニクル、それから離されまして2番スティフヘリオ、カタノマルペンサ、緑の帽子が馬込みで入れています。内から1頭4番ミッキースワロー、その外からは10番プラチナボイス、一頭ポツンと離されているのが7番ロードリベラルという展開です。もう一度先頭から順番に参りますと、11番ウィンガナドルがレースを引っ張るようになりました。そして2番手に5番アルアイン、外を通って9番イブキ、そのうちにマイネルブンシュ、12番エトルディーニュ、1番クリンチャー、下がって6番手その外に3番サタノクロニクル、ちょっと離れて2番スティフヘリオであります。それからもう1頭カタノマルペンサ、その外10番プラチナボイス、ミッキースワローが並んでいます。ロードリベラル、これがしんがりであります。ウィンガナドルが先頭です。その後ろ3馬身くらいあってアルアイン、外を通りましてワイネルブンシュ、内を通って1番クリンチャー、中山のスタンドが揺れています。カタノマルペンサ直線の伸び足はどうか。先頭つむらとウィンガナドル、抜けた5番アルアインが抜け出した。外をついてカタノマルペンサが来ている。カタノマルペンサが2番手、頑張るメールとアルアイン、カタノマルペンサ先頭に立った。カタノマルペンサ今日は強かった。どういう重傷を伝えるんじゃないでしょうか。後続のね、アルアイン他を投げ切りました。センターアイト記念、カタノマルペンサ勝利。菊花賞へ向けていいスタートを切りましたね。やりました。1着8番、2着5番、スタートなかなかの方だ。1番以上の位置に確定しました。もっと上を狙っていきましょう。菊花賞って何週後なんだ。菊花賞は、なるほど、そんなに休めないな。気合い十分ですね。はい、薄いから嬉しそうですね。休ませると箇所前2週3週しか調子ができないのか。まあでももう一週休ませて出すしかないですよね。ご存知ですか。はい、ということで何かご用でしょうか。
今480キロ、ベストちょうどベストバー体重ですね。この状態で菊花賞に挑ませたいと思います。共同通信杯取ってるのか、8,005勝4,700枚で電動馬の基準も超えましたね。この状態で菊花賞に挑めるということになります。非常にまだ距離適性が判明してないのが気になるとこですが、まあ、2,000から1,800から2,400の範囲で使ってしまっているかわからないけどな。楽しみですね。次回は菊花賞をお届けいたします。ぜひご期待ください。そしてよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。